監督、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、お疲れ様でした。長い監督生活、ありがとうございました。今退任会見ちょうど今終わりましたけど、あの率直な感想というか、これをもってね、退任したんだという実感が湧いてきましたね、次は新しいことに向けて私はあのやっていくんだという、そういう切り替えができましたね、まだまだ、指導の方は続けられるということで、東邦学園のために高校もそうですけど大学の指導者をされるということなんですけど、拝命したのが、高校大学の両チームの総監督ということなんでね、交互に、毎日グラウンドで顔を出して、選手を叱咤激励したいなと思ってます。あと、監督コーチの、何かこう困ってることやら、そういうことをね、気を配って見ていきたいなというふうに思うね。東邦学園から監督いなくなっちゃうのかなと思ってちょっと心配してたんですけど、それはもう安心しました。いやそれをね、私がいることでね、マイナスになるんであればね、ということも考えたり、きっぱり、野球から離れようとも実は考えたりもしたんだけどもね、さっきも会見で話したんですけど、元気になってね、そして、学園の方からね、まだまだやることあるだろうというようなことを言っていただいて、今自分があるのはやはり東邦高校のおかげであって東学園のおかげなのでね、元気になった自分がね、返せることができるんでね今、と思って受けたんですけどね、本当に一時はもう心配してますけど、病気の方も元気になられて、野球できないっていうことで監督は諦めたんで、しょうがないと、いうところまで覚悟はしたんですけどね、本当に家内のね、愛情で、今もこうして毎日グラウンド立てるんでね、ありがたいですね。こういう名門校、伝統校を率いてきてプレッシャーに感じたことってないですか、監督の中で。それはある。ありますか。やっぱずっと勝ってるわけじゃないんで、甲子園出れない回数の方が多いんでね、やはりその連続でいけない時がこう2年3年となった時は、おかげさまでね、うちの部長だったり、OB も、私はもうコーチが長かったんでね、20年コーチやって、で監督なのでね、そういった意味で、私を守るというか守ってくれた、余分なことを森田の耳に入れない、監督の耳に入れないという、そういうね、周りの人がね、配慮をもらったので、さほど周りから何か言われてこう不安になるとか焦るとかというのはなかったけれども、やっぱり上昇東邦高校の監督ということは受けた時からの私の、これは背負いなんでね、背負ったものなので、自分では意識しているので、やっぱりいけないとなると自分で勝手にね、やっぱり悪い方へこうなんていうかものを考えてきますよね、私がの何が悪いんだというところからね、またもうそこで収まったけど、あれ超えると今度は人が悪いんじゃないかって、今度また新監督山田監督にバトンタッチしますけど、期待することとかってあります、期待すること、いやそれはもう上昇東邦のね足がかりちょっと作ったかなと思うんで僕は。いやいや、もう功績は大きいです。だからね、山田がね、先ほど、今日私の退任ということがメインになってたんで、僕に気を使ってね、森田野球を継承なんて言ってましたけどね、私の野球継承してたんじゃ、で森田を超える言ったんでね、超えるわけないんで、山田野球やればいいです、ね、僕のいいとこだけ取ってやればいいし、僕も坂口先生のいいとこだけ、
取ってやってきたつもりなんでね、山田も私のいいとこだけ私の近くにいたんで、取ってね、で自分流に、味付けしてやっていけばいいです、うん、森田監督の、もう総監督ですけど、うん、あの今後の夢、目標みたいなことってありますか？夢、はい、夢は高校でも日本一、大学でも日本一、同じ年どこかの、いや同じ年だ、それはあの高校大学が同じ大会、全国大会出ると神宮しかないでしょ、はい、うん、神宮で高校日本一、大学日本一は一番いいんだけど、はい、まあ、高校でも日本一に、ね、なれたんで、大学も私が総監督で日本一、どっか あのオリンピック選手が、柔道の、ね、はい、方が言ってみたけど、高校でも金、大学でも金、はい、期待できそうですか、やっぱり大学の方も。いや、良くなってるね、はい、まあ、今2部の、ね、上位なんだけど、1部の入れ替え戦に出るか出れないかのところなんで、ここ最近よく見に行ってますけど、非常にチーム力上がってきたし、もう選手のやる気がね、我々が現役時代本当にやってた、はい、まあ、厳しさという、まあ、厳しさってこう自分に厳しいというね、はい、意味での、うん、そういうのをね、匂いを感じるような練習とかチームになってきたんで、うん、まあ、見てて接していて、はい、ものすごくね気持ちがいいです、はい、うちの野球部員は大学生、はい、本当に気持ちがいい、僕はこういうチームはね強くなると思います、はい、うん、そちらの方も期待してます、はい、あとね、まあ、ちょうどこういう機会なんで、はい、新しいその地域スポーツ局振興室っていうのに、はい、を作っていただいて、そこに、私と石渡さんか、はい、ね、一船の校長先生、監督指名たサッカーの、2人が、まあ、サッカー東邦学園の野球サッカーの総監督というのに就任をして、そこの部に入って、まあ、スポーツを通して、はい、東邦のブランド力をね、ブランド上げていくということにの、はい、まあ、一役を担うんですけど、少年野球大会をね、はい、私はまあ野球なんでね、少年野球大会を東邦学園が、冠になって、ね、やるとかね、はい、あと、先ほども、祝電いただいた岩堀先生だとか、ね、投球障害の経緯の先生と長い付き合いさせていただいてるんでね、そういう方と相談して、ぜひうちの大学の講義室でね、アマチュアの指導者の方を集めて来ていただいて、はい、うちの学園が主催して、そういったスポーツ障害の予防につながるような講義をねやってもらうとか、あとは子どもたちのね、はい、成長する過程で、栄養の取り方だとかね、うん、スポーツ栄養っていうのをね、まあ、大きな企業さんのそういった栄養士の方来ていただいて、これもやっぱり大学の方でね、ご父兄の方に、そういうのを聞いていただくようなことをね、やることがね、まあ、僕のこれからの今まで野球でお世話になった返しになっていくのかなと、うん、野球界に恩返しを、うん、東邦学園って、でまた東邦学園っていうのは、あ、こういうこともやってるんだって、こうそういう、まあ、スポーツ界にね、はい、貢献をしてるんだということをね、皆さんにアピールしながら学校のね、ことも知っていただきたいと、はい、いうことをやっていこうと思ってます、ね、じゃあいろんな幅が広いことができますね、今までは、ね、うん、だからチームをあなたにも、はい、いろいろと、はい、もし僕ができることがあれば力添えをいただいてだね、もちろんやれたらやりたいとか、もうぜひやりたいと思ってます、はい、港川野球教室とかね、ぜひ呼んでください、はい、お願いします、うん、港川選手の、はい、講演とかね、はい、まあ、講演はもうそんな喋れないんで申し訳ないですけど、それをですね、いや、そういうのをね、やっぱりね、どんどんね、はい、うん、やっていて、まあ、野球人口がちょっとね、今少なくなっていく、これからもそういうこと懸念されてるんでね、はい、うん、僕もこの前もちょっと少年野球連盟の講演に行ったんですけど、そういうこともね、もし声がかかれば、もう今まではお断りしてましたけど、うん、まあ、積極的にね、私の、まあ、本当に大した経験じゃないけど、いやいや、伝えていって、もしそういった方たちにね、少しでもお役に立てるようなことがあればね、それはそれでね、もうやらなきゃいけないと今は、はい、うん、そのために健康をいただいたんでね、うん、
思ってます。すいません、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。今後どうもありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。